はい、どうもアニモです。えー、今日はですね、このフレンチブルドッグに見えますかね、もう足の裏にも肉球入れて、手にも肉球入れて、ね。派で、服もちょっと派手カラーでね、編んでみました。尻尾も、えっ、ー、と、パグよりはチビで、えっ、ー、と、ちょびっとしたやつをね、つけてます。今日はこんな感じで、顔のバランスはね、あの、好きにやってもらおうと思います。 この子とこの子とこの子は鼻が8ミリで、この子は鼻が10ミリやから結構ね、オスっぽい顔になってます。で、この子とこの子は銅眼を使ったからちょっとアホっぽい感じ。だからこの子も,もクソカス言われたもんね。ね。い <laughs> で、この子が目が、えー、刺し目の5ミリのやつを使ってます。で、これはキャンドゥさんの6ミリ。こっち側はシュ屋さんのやつです。これは6ミリの、えっ、ー、と、キャンドゥさんの目を使ってる。一番なんかこの子がパグっぽくな、パグちゃうわ。 なんや、フレンチブルっぽくなったかなみたいな感じなんやけど、あの、最初これとこれ出してなんかおかしいなぁ、言うとったらね、インスタでもツイッターでも、耳が小さいねー言うてね、あ、そうなんか、言うて。ほいで慌ててこの子たち耳を大きくして作ったんですけど、これでええんかなちょっと目がふざけとうからこんな顔やからね。今日はちょっとちゃんとね、えー、作っていこうと思います。耳を大きくして、で、鼻はね、多分あの、実物のフレブルちゃんがちょっと小さい目なので、8ミリがちょうどいいかなと思います。 目の玉はね、もう今回真っ黒で、どっちか。うん、5ミリの刺し目の方が可愛いかな。5ミリの刺し目でやっていこうと思います。じゃあ先にね、材料紹介をしていきます。はい。じゃあ、えっ、ー、と、今回使っていくのも、全部ね、セリアさんのニューエンジェルコットンを使いました。で、この子の服だけ、えっ、ー、と、セリアさんの、えー、ミルフィムソックヤン使いました。ね。で、色とか、えっ、ー、と、なんでもいいです。今回は、えっ、ー、と、ベージュが顔。で、まあ、黒でステッチを入れて、ほっぺたちょっとだけこのね、 セリアさんのニューエンジェルコットンの13番、カラーナンバー13番の分ですね。で、ベージュが10番の分。で、これがえっと5番の分ですね、黒。ね。で、えっと、この辺の白とかはね、1番やったりとか、あの、好きな色をあの用意してもらったら大丈夫です。で、あと、使っていく鍵針は4号針の2.5ミリを使っていきます。 それから、あとはね、いつものとじ針とか、まあ、あの、あったら便利なヤンスレダーとか、えっ、ー、と、ハサミのセットですね。この辺を用意しておいてもらうのと、あとですね、えっ、ー、と、目です。目、花やね。目、花。目は、なんでも好きなやつ用意してもらったらいいです。こういう手芸屋さんの、えっ、ー、と、浜中さんのクリアとかでも可愛いけど、これやと結構ね、存在感抜群、パグにはおうたけど、ちょっとブルちゃんにはどうかなと思ったんですけど、まあ、ああの、好きなやつ用意してください。 で、アニモは今回このね、ふざけたパリピみたいな作ったやつは、これもまた手芸屋さんの、よっぽ、よぽこの動画のね、えっ、ー、と、5ミリ30個入って200円のやつですね。これを使いました。で、6ミリやったらダイソーさんで見ました。えっ、ー、と、貼り付けのね、ボンドで貼り付けの分の名ですね。その辺でもいいかもしれないです。あとは、まあ何でもいいです。6ミリとかやったらこういうね、あの、キャンドゥさんの6ミリの縫い付けボタンやったりとか、あとは、 とね、今回はこれを使っていこうかなと思ってます。ま、あまたあの、顔できてきたら変わるかもやけど、えっ、ー、と、これもね、手芸屋さんで売ってるプラスチックアイの5ミリの黒ですね。刺し目やからボンドがいります。この時ね、またこの先の細いこのね、えー、三つボンドさん、ボンディヨコさんを使います。あと、えっ、ー、と、手芸綿ね、えー、いつも紹介し忘れるから、この手芸綿も用意してもらって。 で、それから、えっと、もし体を作る人はね、体とか他のキャラクター、キャラクターっていうか、まあ、あの動物とかは、えっと、全部説明欄にリンク貼っときます。とりあえず、今、こう、題名があった右側にね、こう、ぴょこっとなってるとこ、ぴょこっとなってるところを押せば、ずらーっとね、1から12、順番でこう、出てきます。で、そこの一番、一番目かな二番目かなじゃ、<laughs> ちょっとはっきり言っちゃえんけど <laughs>、2あ、二番目かなに、えっと、体があると思います。その体で編んでもらったら、この選択バサミ、シェリアさんのこの、 いつも紹介したらこの洗濯バサミにぴったりなので、でこれをね、えー、用意してもらったらと思います。これじゃなくってもえっ、ー、と他にもねあの使えるよっていうのは今までの動画でも結構紹介してきてるので好きなやつをね用意してください。なら鼻はこの8ミリの黒をつける予定にしてます一つね。これセリアさんのやつです。はいじゃあ編んでいきますよ。はいそしたらね、えー、またふっざけた絵描いてきましたちゃんとほん、ま、どう見たっておもろい顔やなこの子たちね。 ほんで、えっ、ー、と、名前がフレンチブルミちゃんとフレンチブルタくんになります。これ、夫妻でございます。で、えっ、ー、と、顔なんですけど、顔はね、またこの後ちょっと普通の子より段数とかも変わってきます。だから、一旦、まあ、こんな感じで編むんやない、言いうのだけ見といてもらっても、もうこの辺も全然違うんですよ、今までのやつとね。だから、まあ、一緒に編んでいきながらちょっと見てもらうと。 ほでももう耳になってきたらあんたこれ何の絵やっていうぐらいちょっと普通で見てわからんやろっていうやつなので、えー、この辺もね一緒に編みながら、まあ、こんな編むんやなとだけ思っといてくださいはいそしたらまず糸を用意してもらってアニこのベージュちゃんで編んでいきますねまずはですね手に糸をかけて普通通りに一段目は今までと一緒ですあで大事なこと大事なこと最初にこの糸を 30センチほど残しといて、そこから編み始めて、えっ、ー、と、編みくるまずにっていうのでもいいし、もう最初から30センチの糸を切って置いといてもどっちでもいいです。もうアニモは、えっ、ー、と、編みくるまずに、この子を裏に置いとくから、まあ、30センチ、20センチから30センチあればいいです。置いといて、で、ここから編み始めていきたいと思います。はい。よいしょ。 もうどっちでもいいですよ。糸切っとっても OK。で、もし、えっ、ー、と、こういう2トンにする人やったとしても、この最初のいい糸の色、もうカミや。ね。えっ、ー、と、白をこうやって編み始めを残してもらうか、それか、えっ、ー、と、白い糸を、えー、2、30センチ切って最初に置いとってもらう。二玉持っとう人とかやったらいいんやけどね。一玉で始める人は置いとったら便利です。はい。そしたら、ここから始めて、鎖編みをね、始めていきます。まずはここで玉結びを作って、 そしたらここからね糸をかけて抜くだけ鎖編み23455回したら鎖編み1つで立ち上がりますでこの表に見えてるやつを裏返してポコポコした裏山の1つ目2つ目この2つ目の子に針を入れます。 で、ここに細編みを2回です。これね、もういつものと一緒やから、さっといきます。細編み1回。今編んだ足が入ってる同じとこに入れて、細編みをもう1回編みますね。わからん人はね、もう最初1目編んだりとかしたら、そこにリングをつけてください。もし耳のとこでね、わからんくなるっていう人は、リング2つあったら便利です。はい。じゃあ次、1、1、1と細編みを編みます。まず次に、1、次。 針入れてね、糸かけて出してきて、すっと伸ばしてかけて2本の中を通り抜けるね。はい、もう一回いきます。次の子に入れてかけて出してきたらかけて2本の中を通り抜ける。はい、これで1、1、1ができました。で、最後の玉結びの横の裏山ちゃんね、このポコっとしとるところに3目入れるんですけど、まず普通に細編みを1回。 それができたらまた同じとこに針を入れて糸端を右側に持っていきます。針の上のねで、ちょっと支えといて、ここに細編みを編みます。はい、2回目で。またこの足と同じとこ。今度頭2本を見ながら行きます。で、えっと。この糸端はもう編みくるまないので、このまま放っておいてくださいね。で、ここからまず一つ。これで端に3目入りました。 じゃあ次頭2本見ながら111を編みます。頭2本の下に入れて、ね、ここで1、ちょっと爪も塗り直さなブスやな。えー、2、よいしょ。はい、これでね、3回111と編んできました。一番最後、ここに編んだやつの隣の穴ですね。今編んだとこの隣の子。これが一番最初の穴なので、ここにも細編みをします。 そうしたらこの的なりのここののまなりりが1目目になります。わからん人はこの根元針についてる下からね10回数えてもらってもいいしリングつけとった人はリングのところに戻ってください。引き抜き編み糸をかけて抜いてきて抜いて引き抜きですね。で針の上の糸を押さえて右にグーここを引き締めます。で戻す。 もうね、今までほんまに何回も丁寧に説明してきてると思うので、もし今回ちょっとわからんわっていう人は、1から順に編んできたら、えー、だいぶわかりやすくなると思います。順番にね、編んできてください。はい。じゃあ次の段いきます。まず鎖編み1つで立ち上がって、この根元の子。この今立ち上がったこの横にある、この根元の子に針を入れる。で、ここに V です。細編みを2回入れます。まず1回編んで、V。また同じところに入れて、 イ、これでね、一目に二つ入りました。はい、じゃあ次、次の目にも V です。ブ、同じとこに入れて、イ。はい、これで V V が編めました。そうしたら次はね、一、一、一とこも編みを編みます。一、次、一、次、一。はい、じゃあ次は V V を編みます。でしょ。この糸裏にね、置いといて。 同じとこい次の頭2本のとこに入れてブー同じとこ入れていはいそれができたら次ですね次普通やったらここにブイを入れるんですけどその2目入れるところで長長編編みみと中長編みを入れます,ですかここからもうね鎖立ち上がったりしないこのままの状態で針に糸をかけて。 で、今編んだとこの次の目、ここですね。この頭2本に針を入れて、糸かけて出してきます。スッと伸ばす。糸かけて、左の2本の中だけを通り抜けて、ここに出てくる。で、糸かけて、また同じこの2本の中を通り抜ける。これでが長編みです。で、また同じ目。この今の足が入っているここの同じ目に中長編みです。まず針に糸かけてから、また同じところに針入れて、 糸をかけて出してきてスッと伸ばす。じゃあ今度は2本の中じゃなくてもこの3本の中を糸をかけて一気に通り抜けます。これが中長編みですね。はい。これができたら次の目から1、1、1ここには細編みが3回。3回というか1、1、1ね。入ります。はい。1、次の目に1、次の目に1はい。なら次 この最後のここの一つ目、ここに、最後の一つ目、最後の1目に、えっ、ー、と、中長編み、長編みを入れます。針に糸をかけて、今編んだとこの次の目、ここですね。ここに、かけて出してきて、かけて3本の中を一気に通り抜ける中長編み。針に糸かけて、またこの子が入ってる同じところに入れて、糸かけて出してきて、かけて、左の2本の中だけ通る。かけて、残りの2本の中を通る。 これが長編みですね。これができたら、ここに編んだね。これの次のちっちゃいの、引き抜き編み立ち上がり。その次、ここね、ほら、VV って最初は入ってますね。この右側の上のこの頭。これが最初の子です。今編んだとこの次次飛ばしたここが頭ですね。わからん人は一目編むたんびにね、ちゃんとリングしてください。はい。引き抜き、引き抜き。で、上を押さえてグー。ね。戻す。はい。じゃあ次の段行きます。 まず鎖一つで立ち上がって、今からね、一回ずつ細編みを4回します。ですから根元の最初のところに1、次の子に2回目、次の子に3回目、よいしょ。で、次の子に4回目。これでね、1、1、1を4回来たことになります。そしたら次、中長編み、長編み、中長編みをします。針に糸かけて、今編んだ次の子に、 針を入れて、糸をかけて出してきます。スッと伸ばす。かけて、3本の中を通り抜けます。次、糸をかけて、次の目に入れて、かけて出してきて、スッと伸ばす。かけて、左の2本の中だけ通る。かけて、残りの2本通る。かけて、次の子。次の子に入れて、かけて出してきたら、かけて3本の中を通り抜ける。中長編みね。はい。 これができたらまた1111と編みます。1を4回ですね。1111はい。1を4回編んだら次、長編み中長編みを編みます。針に糸かけて、ここね、今編んだとこの次の子、頭2本のところに入れて、糸かけて出してきて伸ばす。 かけて左の2本通ってかけて残りの2本針に糸かけて今編んだのがこの子ここの次の子ですね次のここに頭2本に入れてかけて出してきてかけて3本の中を取り抜ける中長編み今ここに編んだ次の目から111になりますはい1次11はいじゃあ次ね次は 中長編み長編みになりますボケよった。かけてここね頭2本のとこあちょっと待って裏の1本も取れてるこれね裏の1本取らんとちゃんと頭2本のとこだけね。よいしょ頭2本のとこだけに入れて中長編みかけて次の頭2本だけのとこに入れて長編みをします。2本2本。 それができたら今ここに編んだ次、引き抜き編み立ち上がり。最初のね、細編みの V がある右上。わからん人はマイダンリングね。はい。引き抜き、引き抜き。で、えっと、上を押さえていくね。で、えっと、色を変える。ツートンの人はこの今の次の段から色を変えていくんです。今からの段か。今からの段で変えていくので、一番最後の細え長編みのかけて抜く時に新しい色にしといてください。もし無理やったらここでね、糸切ってもいいよ。 で、また、いや、糸切ったらややこしいから、一筆でいった方がいいと思うけど、ね。まあ、その辺ちょっと芝を見ながら、こう、臨機応変に色変えといてください。で、ここからずっと、ちょっと編みでみようかな。うん。ここからずっと、よいしょ。編んできて、これちょっとずらそうと思ってずらしたんやけど、ずらさんでよかったと思います。あのね、なんていうのここの、ずっと変わらない、このセンターの3面のとこいますね。ここの時に、ずっとこう、白に変えたんです。この子の時。 でえっと、この辺からちょっとずらそうかなと思って、えーっとね、この段この段の次の段から1目ずつずらしたんですよ。でなんでずらしたか言ったら3目3目で次センターの1目を編むんですけどそれが耳の間の5目のセンターに来な,ないんですよね。でも多分編んだら多分ええようになるから気にせんとここ今からえー、っとこの今からこのねほら手前半目を拾いながら編んでいくところここのセンター3目ここの次の段のセンター3目でここからあと えと増減なしの3段を編みますその上限なし,増減なしの3目の時に、えー、と3目3目でこの3目のうちの間の1目だけ白を編むともうちょっと綺麗なこういう何て言うのこうねパイド柄になりますなのでねこの辺の色替えはちょっと自分で好きなところでやってくださいアニモの場合はここここ次の、えー、3段増減なしの3段の時に331で編みましたね3個程度にです。 はい。なら、これではあんまりね、こっちじゃ。ね。はい。ほんでこ猫ね。よっこい、一。よいしょ。はい。よいしょ、よいしょ。ほんで、またね、えっと、ここの立ち上がり。いつも猫ちゃんとか普通の時は左上に来ただけど、今日は右下に来ます。えっと、前の芝ちゃんと同じですね。右下に立ち上がりが来る形になります。はい。よいしょ。そしたら、次は、 えまずね鎖編み一つで立ち上がって一目目の頭2本じゃなくって手前側の半目だけ頭2本じゃなくて手前の1本だけですかこうね。手前の1本だけに入れて細編みを編みますで 1V1V で編みますねまずここを出してきて1じゃあ次次の頭2本じゃなくて手前の1本だけに入れて V 次も手前の半目この段は全部手前の半目を取ります。1次1本に入れて。いはいじゃあこれができたら111になります。手前半目だけね。手前の半目だけに1次の目に1次の目に1。はい。で 1V1V が来ました。で、今までやったらここからね、また 1V のまま回ったんですけど、まあそれでもええんやけど、えっ、ー、と、今回はもしね、センターパイドにしたい子もおるやろうから、ちょっとでもこう、統一感があるように、あと目とかもね、多分左右対称にした方が刺しやすいと思うから、1V1V。今度こっち側は、V1V1V1。3回やります。いいですかこの辺お好みでどうぞ。で、手前半目に、V、I。で、次の子に、1。 はい、もう一回いきます。次の子にブイ一。もう一回ね、三回目です。ブイおおおおイで次。よいしょ。ここね、頭頭二本の手前のハメですよ。一。はい。でそれができたら一いちいち,いちになります。 一、一、一。最初こっちね 1V から始まったのでこの最後の項も 1V で終わりたいと思います。その V の時にねちょっと待ってよまず1編むでしょ。次の v の v は普通で,す手前半目に v で色変えた人とかは特にやけど。 できんかったら手前一本でもいいのよ。ただ、綺麗に仕上げるためには、同じとこに入れたとき、この一本じゃなくて、向こう側の一本も拾って、頭二本を取る。それで最後編むと綺麗に見えます。ね。これできんかったら手前一本でもいいですよ。はい。そうしたら今、この目に編んだので、次の引き抜き編み、立ち上がり。その上ね、足の上にあるこの子。この子が最初の子やから、ここに引き抜きます。 引引き抜ききき抜抜上を押さえてグー戻すはいそしたらここから、えー、とまずね簡単です頭2本を取りながら 1V11V1 を編みます鎖1つで立ち上がってここ根元の目にまず1次頭2本よここに V です VI じゃあ次次の目には1です1 ね、これで 1V1 が来ました。もう一回します。1V1 はい。そしたら111になります。ずっとこの、この時はね、あの、頭2本ですよ。111とこれで3回来ました。なら 1V1 を3回行きます。1 v 一、もう一回行きます。一。ぶ。い。一。あと一回ね。一。ぶ。い。一。はい、じゃあ次ね、一一一になります。一。 1> 1 1で次ね1 2同じとこい最後一目に1はいこれができたらねここの目に編んだ次のこのちっちゃいのが引き抜いた子次これが立ち上がり最初の細編みの右上これが最初の頭です。最初の頭に引き抜き引き抜き上を押さえてグー。 戻す。で、ここから3段は、えー、増減なしで30目。3段編みます。ただ、えっとね、普通って、ほら、今まで編んできた子たちは全部1段やったんですよ。ただ、1段やと、これが、ここをね、後でこう、つまむんです。べちゃって。で、その分段数が減るから、えっと、ほんで、こう、フレンチブルって顔がちょっと、ぼいと前に出とるから、2段。普通より2段増やしてます。だから、増減なしで3段編むんですけど、えー、お好みでいいです。 二段だけでええわっていう人は二段だけでも OK。ね。もうその辺は臨強編に。まあ三段でも全然こう四角多くするから綺麗けどね。三段でいこうと思います。ほんなら、ここはもう説明らずですね。三十目を三段編んでください。色変えるときは、えー、さっき説明したみたいにね、一、一、一のときに色変えるんですよ。もう形分かってきますね。ここ、ここがこう、右下が立ち上がりで、ちょっとこう三角になってるの分かりますここもポコポコ。上がこう、とんがってるね。ほんのりやけど。 ね、この向きやからこの上でね色変えるんですよそしたら頑張って今から3段30目で増減なしで編んできてくださいね、まあ、もうフレンチブルーは難しいよ、ね、フレンチブルーみだいぶ前から悩みに悩んでさあ言うたけどちょっとやっぱ難しかったなあ顔のバランスが難しいからあのみんながね編んでくれるやつを見てニチャーっとしたいからねまたアニモでピンチってタグつけて出してくださいね からね、もうあの今から要件編みだめて、えっ、ー、と、年末の、えっ、ー、と、12月1日から3日のイベントに向けて、えー、クリチャリ2022ですね。それに向けて編みだめてくれる人は編みだめてチャリティに参加してほしいなと思います。その辺分からへんかったらね、あの、何アニモの動画を見合って、動画とかのあの、ずらーっと出とるとこの、右上ぐらいにね、ライブっていうところがあると思います。そのライブの中に、えっ、ー、と、クリチャリ2022っていうやつがあるので、 そこ見てもらったら多分ブツクサ喋っとると思うんでね。何々と思う人は一回見て、えー、チャリティーイベントに参加するかどうかをね、ぐっと検討してもらったら嬉しいです。ほら、真面目に喋れたわ。ね。ほいでちょっと。 最近ダイエット紹介な思ってさあのポテトチップスやめてんねんほんなら甘いの食べたいから甘いの食べてんねん意味なくないどちらがカロリー高いんかなカロリーなんか気にしたことなかったのに最近表示のやつぐーっと見るんやけどあの 100g に対して,てお算数せなあかんやん思ってねこれで1段ずっとブツブツ言うとだめだよまた増減なしでねずっと編んでいきますこれで2段目ね そうあのカロリーなんか気にせえんの 100g につきて,言って待てよこれがほなえっ、ー、と 300g やから言うて3かけてみたりとかねほなこっちはまた 120g やからええー、言うて、うん、言うとったらねもうええわ何でも好きなん食べたらええわ思ってね最近好きなんばっかり食べてるけどお昼ご飯はねあの胸肉に変えてますしかも皮取った胸肉にね変えて頑張ってね あの癒せるかなちょっと夏のねあの水着着るまでに痩せたいけど <laughs> ダイエットのスパートかけるのが遅いのよ。だからねちょっとあの頑張って運動はせえへん分食事でなんとかやっていきたいと思いますよ。はい、ほなね来ないようとまだまだブツブツ喋ってまうからこのまままたここまでずっときてこの次の段もまたもう一段こうね30目で編んでもらうそこまで来てまた次やっていきたいと思います。はい、じゃあね、えっと、増減なしのところを3段編んできました。 1, 1、2、3とね、30で編んできました。で最初のとこに引き抜いてるから、まずね、耳を作っていく段です。えー、っと、よいしょ。まずこれね、ここ。えー、っと、まず細編みを6回します。で、その後、えー、手前半目に中長編み、中長編み、中長編み、細編み。まあ、これちょっとわからんと思うから、えー、っと、よいしょ。後頭でいきますね。はい、鎖1つで立ち上がって、最初から1で6回編みます。 1>, 1、2、3、4、5、6はい、じゃあ次ですね針に糸かけて次の目次の目の頭2本じゃなくて手前の半目手前の半目によいしょ中長編みを編みますで、針に糸かけてまた同じところ 同じこの一本のところね。一本のところ。わかりますね。この一本のところに中長編みを編みます。じゃあ針に糸かけて、次の目。次の目のまた頭2本じゃなくって手前の半目だけ。ここに中長編み。で、また同じこれが入ってるこの一本の同じところね。ここに細編みです。 これができたら次ですね。鎖編み一つで立ち上がります。で、これを半時計回りにして裏向けます。で、この根元の目。根元のこの頭2本ですね。いいですかここの穴。この穴に入れたら頭2本のとこです。ここに入れて、ここから細編みを3回です。1、次の目に、次の頭2本のところに、2、次の頭2本のところ。これで3。 が鎖編み1つで立ち上がってひっくり返します。ならこのままねちょっと鎖編み1つで立ち上がっただけやからちょっと狭苦しいけど根元に長編みをいきます。針に糸をかけてまたこのねここのこの根元です。頭2本のここ。この目。ですかここ。 ここに入れて長編みです。かけて出してきてす。かけて左の2本の中を通る。かけて、この時はね、下をこれぐっと持っといて、中通り抜けたら抜きやすい。はい。そうしたら針に糸かけて、次の子に中長編みをします。ここに編んだ次の頭。この穴のところに入れたら頭2本。ここに中長編み。はい。これができたら次の頭いますね。ここに針を入れて、 ここにね、引き抜き編みをします。引き抜き、引き抜き。次は、このね、今引き抜いた下にこの横棒みたいなのがいるんです。この下、ここちょっと隙間空いてます。ここ。この、ここに空いてる隙間。ここに引き抜きます。引き抜き、引き抜き。 で根元のこの同じところここが入ってる同じこの1本のところに入れて引き抜きます引き抜き引き抜きでちょっとね耳を前にこう折りながら角もつけてあげるこれでねこういう立派な耳になるんですはいこれにむちゃくちゃ試行錯誤したからね何回も編んでほどいて編んでほどいて中長編みを2回最初手前半目に入れました次の子には中長編みと細編みを入れました でこの点点点って引き抜いてくるのは最後なんです。この細編みの次はこの鎖一つで立ち上がりました。で根元のこから123と細編みを編んだ。ここはもう無視しましたよ。ですか ?123 編んでここで鎖一つで立ち上がってもうすぐから長編み。次の子に中長編み。で次の子に引き抜きました。でその後ここの隙間に引き抜いて根元に引き抜いたっていう感じなんです。 なら今からこれ5っていうのは間細編みを5回やります。で次耳を作りますね。でもしあの戻ってきたら次またちょっと拾うとこが難しいわっていう人は今ここに編んだからねこれの次の頭2本ですね。ここにまず細編みをした時に分からん人はここにリングをしといてください。も,もう戻ってきて分からん口が張りつっちゃったわ。戻ってきて分からんよいう人はここにリングしといてください。いいですかで次。 次の子に2個目次の子に345はい5回間を編んだら次ね次の子にまた編んでいくんですけどまずは細編みからですで手前半目だけです今編んだとこの次の子の頭2本じゃなくて手前の半目ここにまず細編みかけて中長編みを同じとこに 入れます。中長編み。で次の目の手前半目に中長編み2回入れます。糸をかけて次の目の手前半目1本。ここに中長編み。同じようにもう1回中長編みを入れます。はい。これができたら鎖編み1つで立ち上がって裏返す。そうしたら今からねこの根元じゃないです。 根元の1つは飛ばしたこの次の子ですか1飛ばした2個目、ね、1飛ばした2個目これは立ち上がりの子やから1飛ばした2個目この頭2本のところここから細編みを111と編みます。まずで次このね次ここちょっと斜めに折る細編みの頭ですこの子に1ですね。 はい。これができたら、鎖一つで立ち上がってひっくり返す。じゃ、またね、一つ目に長編み。針に糸をかけて、一つ目。もうすぐ根元のこの穴です。上から見た頭2本のとこ。ここに長編み。かけて、この時根元持って抜く。針に糸をかけて、次の子。次の子の頭2本に入れて、ここに中長編みを編みます。 これができたら次の頭、次の頭に引き抜き編みです。引き抜き、引き抜き。これができたらね、この下ね、ここ中長編み、中長編みがあるんです。この間ぐらいにね、ここの辺にこうもうどこでもええから、ね。この辺見たらこう、隙間が空いて、ここの間とか入るから、ね、どこでもええから、こういうとこの隙間見つけて一回だけ引き抜く。 で同じところ、同じところの根元に引き抜きます。これで耳終わりね。また前にペタッと倒し持って上の角を作るとこんな感じの耳になります。ね、真、ま、っ赤不思議、ピンと立つ耳になります。はい、そしたら、ここからはもう普通なんです。今から、えっ、ー、と、よいしょ、16回いや。ちょっと待って、16回ちゃうんちゃう ?15 回ちゃうん。えっ、ー、と、ちょっと待って、15、15、15、嘘ついている。 嘘ついてる15ですねはいなら15回細編みをしたあともうあとはね今までと一緒でえっ、ー、と閉じていくやり方なんですけどわかりますかねわかりますね、うん、今まで編んできてくれとる人だわかると思います次からここからここからずっと細編み始めるんですけどわからん人は1目編んだ時耳が終わって1目編んだ時にリングをしてください もうこれであと後ろね耳の後ろもずっと一緒なんやけどね。よいしょ。耳の後ろのとこだけ一緒にやろうかな。よいしょ。ここね。で震えとんがない言てね。<laughs> 今これ1編んだ次からね。また次の目からずっと編んでいきます。えっ、ー、とね次は耳の後ろはあのー、1本残ってるやつに中長編みを編みつけるっていう今までと同じ編み方で、えー、その次の段からは1弦1、1弦1。 で、3回編んで、1弦1をまた3回編んで、3回こま編み編んで、1弦1。で、その次は、1弦、1弦で減らす。で、また3回編んで、その次、1弦でもいいです。もう弦1でもどっちでもいいです。編み方、あの、好きなようにね、左右対称がいい人は、1弦で減らしてきた後は、弦1で減らしていって、最後、1弦で減らすという感じだね。で、弦、弦、弦で減らすところ、弦で減らすとこね、にしたら、もうあとは引き絞って終わりですね。綿入れて。 でえっ、ー、ととりあえずこことこの次の段が終わって顔を作るところまで今日はやりますあとのところはもう今までと一緒なんで頑張ってちょっと編んできてほしいと思いますあとで文字出せたら出しときますねはいならここまでずっと来たらはい鎖編み一つで立ち上がってまず根元の甲根元の甲から6回普通に細編みします2 3 4 5? 次、6, 6回細編みをしたら耳を前に倒して後ろ側に折るねこの1本2本この手前はねこの子が入ってるからこれ違うんです左側の方に折るこの2本これとこれこれに編みます。針に糸をかけて裏側見てこの1本目ここに中長編み針に糸かけてまた裏側を見る。 今だところの次次のこの1本ねよいしょここに中長編みはいこれができたらこのリングのとこ針をこう向けて引っ掛けて取ってもいいし糸を伸ばして前からねこのリングと同じとこリングのとこ覚えといてこのリングのとこに手前からこう針を入れるこれでも OK ならねえっとここでよいしょ糸をグーッと引っ張って引き締める 今ね伸ばしとった分を引き締めます。で糸かけて出してきて細編みですね。はいこれで1個目5個いきますここね。234次ここに回るね。5。これができたら中長編み。針に糸かけて耳を前に倒す。ならほら1本1本ありますね。この子にはこの子が編まれてるからこれとこれです。 かこれと針に1本かけてもう一回裏見て今編んだ隣の子ねこの子に中長み、はい、これができたらここが最初のところやからここを覚えといて外しますよで。さっきみたいに伸ばしてもいいし伸ばさないんやったら針を向こう向けてこの2本をこう引っ掛けてこう針を入れてまた戻して。 で、かけて出してきても、どっちでも OK です。こう。ね。で、これで今1個編めた。こっちが、えっ、ー、と、15やかあと14回ね、細編みを編んだら1周回ってきますね。それができたら、ちょっと顔をね、作っていきたいと思います。顔はね、今の状態やとこれなんやねんってなってるんやけどね。これで今からね、小細工をして、それでも一筆編みやって、いい張って編んでいきたいと思いますで。小細工すんねんで、もうさっき言うとこ、小細工するからね。 このままちょっと編んでどっちでもいいよこの次に1弦1を編んででそっから顔つけてもどっちでもいいです今が一番つけやすいやろうけどねよしで最初の頭に引き抜き引き抜きグーはいこんな感じ耳もねぴょこりと大きくなってるで今これやったらねイノスイチみたいになってるねこんなバカなこ、うん、んなバカなと思うでしょ ここの穴の大きいところわかりますかここ。半目だけを取った段ですね。ここの、ここを谷折りにする。ここ,こをペコっとへこまして、こうぺちゃっと潰すんです。ね。まあ、ここをこうへ、なんちゅうの、こう、こう畳んでやる。上の方だけ。下はいいから、上の方だけ。こうやって畳んでやると、花べっちゃになるんです。 ほんで、あの、シワができるって感じなんです。ずるいよね。ね、ここをプーっと。で、こんなだけやったら無理やんけっていうので、えー、最初の糸なんで残しとったかっていうと、あいつを縛り付けます。<laughs> ずるーと思ったでしょ。ずるいんよ。でも、後から貼り付けて、ぐぐグー,グー縫うよりは、これでね、今から3点ぐらい止めるだけです。なので、これのがよっぽど簡単の付けやと思いますから、ね。これはちょっと、一筆編みやと思うて、ね。よし。 はい。ほんなら、まずどこ止めるかって言ったら、この穴、ここのね、ここ、ちょんちょんちょんって横棒がおるのは、中長編み、長編み、中長編みのところです。この真上の大きい穴がありますね。この大きい穴の上の上。ここです。ここの後ろから針を出してきます。ね。出してくる。そしたら、このね、 中長編み、長編み、中長編み、長編みのこのこの真ん中辺からこの子をぐっすら取ります。まあ、どこをどう取ってもいいんやけどね。こう取って、同じところに入れて戻します。ほんで、重くそ引っ張るとどうなるか言うたら鼻がべちゃっと潰れましたね。これがしたいんです。で、この辺をね、こうちょっとポキッと折ってやる。この辺をちょっとポキッと折ってやる。 ね、こ,うこれでちょっとねフレンチブルーみたいになってきたでしょほいであとこの辺2点ぐらいねちょっと止めてやってほしいんですもうどこでもええからこうやってしっかりしたところを取ってで戻す同じとこにねで,こでまたこっち側もどこでもええからここでちょっとだけ掴む ちょっともうちょっといかどこでもい,いのよちょっとだけつまんででまた同じとこに戻してやるでよいしょ裏にグーッと引っ張るこれでねわかりますか鼻のべちゃがちょっとできたんですねほらこの辺がほらフレンチさんねこんな感じやもんね ここにだからシワ入れようと思って一回線入れたけど線入れたら入れたらおかしいからもうこの潰した状態でね終わろうと思います。でここにえっと裏側でどこでもええからどっかちょっと取れそうなとこはどこでもええわこう,こういうところを取ってここでぐっとしっかり引っ張っといて玉編みをしてやるなんかモルモットがいびきかいと よしょはい。これで今つまめました。で、あともうちょっとなんか。もしバランス整えたいわ。とかここ引っ張りたいわっていうんやったら、今この糸でまあ、こういうとこでもこうしたいねん。っていうんやったら、こうしてつまんでつぶしてここをね。こうちゅっと抜いてやるとかね。この辺を好きにしてください。で、あとはえっと。もし目を縫い付ける人はこの糸で縫い付けてもいいと思いますね。なので、この糸も兄はもう後使うことがないと思うので。 この子はもうね、綿がかりで中に入れます。それから、えっ、ー、と、今から刺繍をするからね、黒い糸を、そうね、えっ、ー、と、3、40センチ、30センチとかありゃあいいと思います。3、40センチね、用意してください。はい、そしたらね、黒い糸を用意してきました。で、2本取りにする人だったら2本取りでもいいやけど、あんにももったいないからね、この下1本のところ下をね、玉結びにします。ね。で、えっ、ー、とね、まずここを見て、 よいしょ。わかるかな？よ。分かりますかね？12。ここ1。2。3。4。5。ここがええー、とセンターです。1。2。3。4。5。このセンターに後ろから糸出してき。ます でこの時に他の糸この、まあ、ベージュはいいんやけどこっち側のこのこのベージュはね一緒に縫ってしまうように気をつけといてくださいで、ここにまず出して切ってちょっと糸残しといてねでちょっと上のあたりこの辺に花つけようかなと思います今回はこのちょうどねこここのセンターの上の上これがね長編みの根元になるんですここが今センターの上の上 これが長編みの根元なので、ここに花をつけようと思うので、ここに一旦、針をブすっとどこでもいいか刺します。で、ここに、この玉結びの糸をね、これやったら4本取りやっら2本ずつぐらいになるように、こうセンターを割ります。よいしょよし,しょ、っとかな。センター割ってるんです。ね。置いてよお,おこうね。 目元まで引っ張って、この玉結び動かんようにしといて、糸を引っ張る。そしたら抜けないから、こうしといたらね。で、今センターでここまっすぐが入りました。ここからえっ、ー、とね、口ね、どうでもいいんですよ。どういうあれでもいいんです。ここからこう斜めに行くんやけど、ここがちょっとポッコリポッコリしたのわかりますか？こう編み方でこうポッコリポッコリするように編んできました。このポッコリの線に合わせて、よいしょ。 分かりますかこのポッコリしたところのここに合わせてこの穴大きい穴のとこから出てきてここに戻りますでここからね1本2本3本とはさこの横この辺から出てきたいと思いますもう大体でからね口のステッチとかがもう好きなようにしてくれたらいいんですよれでこのまた花の下のところに戻ります はい。これでちょっとね、あのー、フレンチっぽくなってきました。ほな、何が大事って、この辺のね、ヒゲの穴なんですよ。ヒゲの穴。ね。ほんなら、こういうところ、まあ、どうでもいいんです。もし、玉結びが苦手な人やったら、こうきて、ちょっといろんなのするわね。こうきて、ここの辺の1本だけつまむわね。1本だけつまむ。ほんで、また、向こうから、同じとこに戻す。 裏側に。これでもいい。ちょっと待って、引っかかっちゃっち。お。こんなんでもいい。し。えっ、ー、と、どこでもいいから、まあ、適当なとこに出して、ちょっと近いな。うん、出してきて、また一本どっか引っ掛けて。 引っ掛けた時に玉結びを1回したいからくるっと1回だけ巻きます。1回巻いて、で玉結び。1回できたね。そしたら同じとこの裏に戻る。 で、どんな感じでもええから、こんな感じでもう好きなだけつけてくれたら OK。もう難しかったらほんまにどっかの一本取って、同じとこに戻してやる。こんなんでもええのよ。もうこういうちょびちょびってなっとってもええのよ。もうね。どんなんでもなんせあの黒いテボテボがついとったらそれでいいんだから。ね。こうやって。 頭を結びをして、で同じとこ戻すとかね。うん、これをね左右にやってほしいんです。くまさんみたいになってきたな。レトロクマさんみたいになってきたけどこのままごいごい行くよ。えこの色のフレンチさんおったよね。ちょっと色がちょっと違うかな。ちょっとこのなんかあのもうちょっともうちょっと違う色合いやねんと思うやつね。なんでちょっと。 いや、玉結びしてからどっか一本引っ掛けてもどうでもえ,えのよ。好きなようになんせも毛穴だけ作ってくれたらえ,えのよ、ね。よいしょ。もう,もうちょっとあのもうちょっとっていう色味がね難しいよね。このこういう色味が欲しいですって言ったら作ってくれるのかな。そんなことないんだな。<laughs> どんな権限あんねえみたいね。よいしょ。こんな感じこんな感じ。 向こうが4個やからこっちも4個でいいかな4個でも5個でもね好きなだけ作ってくださいよねこうやって適当に作っていきますこれはここ通して裏同じとこ戻そうか でまあ、この黒糸で目つけたいねんっていう人はねこのまま目のステッチも黒でいってもらっても OK です。はいこんな感じ。ならまたこれ裏側のどっかを取ってよいしょこれで玉結びね。123回ぐらいしっかりしとこうかな。 オッケーはいこんな感じ今なんじゃいなこれってなっとるね今からこれに花とかをつけていったら多分顔がね仕上がってくると思うからやっていくよはいな,んならえっ、ー、と黒の花やね8ミリの花にしまーすあペンチがいるねペンチ もして出かれへん人はねペンチとか用意しといてくださいはいそしたらこのねここ入れたとこここになんかねあのリアルなフレブル見よったら多分バランス的には最初に作ったやつが一番近いんやろうけどかわいげがなかってねよいしょどっかに刺さると思うからグーっと刺すここここ どっかから裏が出てきたらオッケーオッケーね、うん、でこの辺の裏にあと糸挟んでもやから別にどうでも大丈夫でここでこれがね素手でいける人は素手でいってよアニモはねいけいけそうやわね腕鼻の向きだけしっかりしてやってステッチとかもいらんでないか見てやって おうなんかなってきたな。ブルドッグみたいになってきたわ。これはね、しっかり。うん、で、まあ、あのペンチでグッと挟みたい人はグッと挟んで。はい。おなんや、ペテグリーチャムの子みたいになってきたぞ。よーし。それで、えっ、ー、と、目やね。目どないでしょ ぬぬぬぬこれじゃあのペテグリーチャムのこうやなほんまにほんまのパグやとこの辺なんよ目がねだけどこうするとちょっとあんまり可愛いげがないやんか今人形やからさと思うんやけど いやでも構いんやけどパグっぽくはないよなパグじゃないわブルっぽくはないよなブルっぽいかこの以来やったらブルっぽいかもなだからなんか好きな目を合わせてくださいねとりあえず今回は5ミリの刺し目でいこうかって言ったんだっけもう最初に言ったこと忘れてんねん怖いわ5ミリの刺し目でいくか5ミリの刺し目 <laughs> 面白いな、ちょっと面白いな。いや、多分、この際につけんのが一番可愛いよ、こうやって。こう可愛いよね。多分ここよね。普通はここないよ。ね。ちょっと、もうこれか。普通は多分ここが可愛いよね。あ、これ可愛いな、もうこれでいこうか。いや、これにしたろかとかも思ってたんよ。ホップ。いや、これも可愛いよ。<laughs> ちょっとこの色かわいいなこの色のフレブルかわいいなブルドックっぽいしどっちがいいかないやちょっとこれかわいいなあのコミックアイとかあの白目に黒目がこう動くんじゃなくて塗られてますみたいな目があるのよあれとかでも5ミリかこれ両方刺し目もこれも5ミリやねんけど5ミリか6ミリ5ミリがあって一番かわいやろなと思うんやけどバランス的にあこっちの方が面白くて好きやねんけどなこっちの方が普通にかわいいんやろな ででも <laughs> ねでもねねここっっちちににししまますすはい好きな方をつけてください好きな方のあのもう結構ね急にやりだしていややっぱり言うてよいしょ毎回こうやって変わるんですよ。なら目をつけたいぐらいの場所どの辺やったっけこの辺でいいかめっちゃ適当こういうとこにねしっかり。 ここういういとこにしっかりいや白いフェルトでこうやって真ん中に黒いちっちゃい点だけでもめっちゃ可愛いと思うわ、ね、やっぱコミックアイがあったらええなよいしょでここにこうやってねボンドがあふれん程度に。 で、えー、まんべんなくつくようにして、最初はね、軽く押さえといていいのよ。でもうちょっと時間が経ってきたら、ぐっと押すと、あの、ブチッと出るのが少ないから、最初はね、こんな感じで。OK? 可愛いいやないのほんなら、ほっぺたのんはね、ほっぺたのん、この色にしよう思ったけど、ちょっとこのアホやったら、トロピカルコットンの方がええかトロピカルコットンがアホ言うとも違いますよ。 ね、ちょっとアニマが作った顔がおばかっちょやからいやこっちでレトロにしようやっぱり最初思っった通りにするわウソっけーって目違うの仕上がって言ってねはいならハートにするかあっこの子でも男の子っぽいからここにちょびだけにしようかななしでもええんやけどねちょびだけしようか今ねボンド買う間に暇やからちょびだけしようかな動画が何分になるんやろう ちょっとだけね、うん、ほなちょっと早送りでちょびをつけていこうかなまたここね玉結びにしますなんかキスマークつけられた子みたいになった <laughs> 面白いんちゃんほっぺたにキスマークの刺繍ね。そうこなして言うといたら誰かが作ってくれるのそれ楽しみに待とうからね <laughs> 真っ赤な口紅で作ってね 今回はこんな普通のほっぺたにするけどもねはいじゃあこれでまた裏ね玉結びしたら OK ですまたね綿代わりに入れといても OK でちょっとね時間経ってきたらほんのりほんのり押してやるねそうしたらちょっと溢れるのがマシなんですよで最後もうちょっと時間経ったらもうぐーと押してねあのしっかりくっつけてあげてくださいよ あんまり待ちすぎるとね、カチカチに固まる。それぐらいわかるわね。カチカチに固まるよはい、じゃあこんな感じなんです。あと後ろはね、あのいつも通り、あとここから、えー、もう締めていくだけです。1弦1の段。1弦の段。それから弦の段。で、あとはね、縫い付けるっていうだけです。わからん人はね、今までの基本の顔のね、えー、締めていくところ。減らし目が始まるところから後ろを締めて、あと綿入れてね、締めてください。 ほんなら、あと耳の内側とね、えっ、ー、と、あれもせなあかんから、尻尾もせなあかんから、とりあえずちょっと、えー、これだけ仕上げていきます。はい、えー、っとね、もし、えー、っと、耳の内側つけるねんっていう人は、後頭部を作る前、顔作った時に耳も縫い付けてくくっちゃった方が、えー、後で始末しやすいと思います。なので、耳の内側をね、さっと説明しておきます。この辺くくれるだけちょっとだけ置いといて、まずは鎖編み2つのスタート。結び目を作ってから鎖編みを1、2、 また鎖一つで立ち上がって裏山を見て根元から1個目2個目この2個目の裏山爪と同じ色で見にくいねすいませんえー細編みを1で次の裏山にまた細編みを1ですはいそれができたら鎖一つで立ち上がってこの子を裏返しますでまた根元がここです頭2本のとこここに入れて糸かけて出してくる この状態で次。このままの状態ね。このままの状態で次の頭2本に入れて、かけて出していきます。じゃあ今、針にね、3本かかってる状態。細編みの減らし目ですね。かけて3本の中を抜く。これができたら、鎖編み1つして、えこっち側ね、こう縫い付けれる分ぐらい。縫い付けてまた隠くくれる分ぐらい。よいしょ。置いて切ります。同じのを2つ作ってくださいね。 で、ここで張り抜いて、ぐっと締める。ね。この糸で、こっち側、下、上側。で、これがね、ちょうどこう、ちょっとほら、こう、歪んでるでしょこう、上。タケノコニョッキーみたいになっとるね。これが、この子の場合やったら、こう、こっち向き。外向きにこう、倒れる感じ。で、もう一つ編んで、こっち側はこっち側にって言って、こうしてあげたらいいです。もし、内側に向けた人は、内側でもいいのよ。こう、こうでもいいのよ。 アニどっち向けた内側向いてるかどっちでもいいです。ね。なのでこんな感じほいでずっとねパグのあれないかな思って見本ないかな思とったら作ってるやつあったわここにねこちょっとちゃうけどねあの <laughs> 多分ビーズで作ってるやつかなちょっとちゃうんやけどこんな感じの顔もありましたほ、はい、いで今回はアニマはもうこれはつけない男の子にするからねつけないつもりなんやけどつけたかったら白とかやったらね男の子でもつけてもピンクでもまあ可愛いいけどねうん。 ここにこうやってであと裏側に出ないようにここの内側の端っこの1本だけつまんでここをぐるっとつまんで端っこまたつまんでこっち側をぐるっとつまんでっていう感じでねコリ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 こをつけてあげて裏に響かないようにしてでこの糸を最初こう頭の中に入れといてでここ1周回ってきたら1周回ってきたら向こう側で割るんかなしは糸端と糸端を中でくくってあげたらいいです縫い付けた後ね1周半ぐらい縫い付けた後 ね、こっち側も同じように耳はつけてあげてください。ほらね、あと尻尾だけいって終わりにしたいと思います。ちょっと長なったからね。あ、ほんで、違う違う。最後の一番大事なやつ。これはこれでね、この子めっちゃ可愛かった。色とちょっとバランス的にめっちゃ可愛かったんちゃうんと思うんやけど、これ今からもう一つ小細工があるんです。ね。あの、パグちゃん。パグちゃんちゃん <laughs> ずっとパグ言う。フレンチブルちゃん。言うたら、ちょっと四角い顔してんね。で、これ丸いやんか。どうするんか言ったら、上と下を押さえる。横とこ横押さえる。グッと押す。 できました。ね。こんな感じなんですよ <laughs>、ね。ちょっとこの辺をこう、ちょっと、ちょっとこうしてあげて、下ぶれにしてあげるとかね、ちょっとこうバランス見て、ちょっと顔つぶしてやると、えー、ブルっぽくなります。ね。ちょっと四角くしてやると、ほらね。ちょっとブルっぽいね。で、ちょっと耳をこう広げてやると。どうね。ちょっと一応ブルっぽくなったよ。フレンチブルはい。ということで、尻尾ね、作っていきます。尻尾もね、あの、簡単なんですよ。 よいしょこれもねこっち側ちょっとくくれるだけ置いといて顔と同じ色でいきますよまずねさっきと一緒なんです鎖編みですはい鎖編みが3123で裏向けて根元から1個目2個目2個目のこの裏山にまず細編みを1つで次の子次のね端っこの裏山に入れて細編みを2回ここに入れます V ですね また同じとこ入れて、いい。終わりです。鎖編み一つしとこうかな。して、ほいでまたこっち側もね、同じぐらい。じゃん。ほこでスコッと抜いて締める。ほんなら、この子とこの子、体にこうね、お尻のところに通してあげて、ほんで裏側でくくってやる。これをね、ちょっと整えてやるとどうなるかってったら、こういうくるっとしたこういうね、 ちょびっとしてんねんけど、こういうくるっとした尻尾になるんですよ。ね。あの、何や、パグちゃんよりもチビ。パグゾウくんよりも尻尾はチビで、えっ、ー、と、でもちょっと丸まってるみたいな、この子ですね。ほんまに、ちょびっと折るだけの尻尾、こういう尻尾になります。ね。はい。こんな感じで出来上がりです。これね、一応ズボンのとこから、1、2、3段下。なんかここの股間のね、 股間ってずっと言うけど、股間のこのキワのところにつけてます。まあ、好きなとこにつけてみてください。さあ、それじゃあ長くなりました。今日もありがとうございました。これ四角くしたらだいぶね、フレンチブルーになるというね。あと顔もぐっと潰して、あの、縫い付けてやると。 この頃はあんまり最初やから縫い付けなかったのよ。ほんで、どないぞこないぞってやるようって途中で細編みするときにあの、ここのやつをね、一緒に編んでみたりとかもいろいろやったんやけど、もう最終ね、3点止めぐらいやったらもうこれやった方が簡単やし、可愛いなるわ、みたいなんでね。やっぱバランス的にこの子一番可愛いんだけど、色味の問題か。ね。はい。こんな感じでできました。 それじゃあね、えー、またよかったら体も編んで、えーと、アニモでピンチでアップしてもらったらと思います。またね、さん皆さんの作品見れるのは楽しみにしてます。ほな、今ね、ちょっと帽子をずっと考えよるから、えー、今週中になんとか頑張って出せたらなと思ってます。また、じゃあ今週中にできたらお会いしましょう。はい。それじゃあ今日も長い間、ご視聴ありがとうございました。